じゃあ体動かすか。まあ、リュウジがねそこまで言うんだったらね、ちょっとおめめんどすにそろそろ行けばいいんじゃないですかね。今日はどうする予定？あんちゃんコーパー行けんのか？わ、行きてえな行きてえな。あ、そうだ、今更なんですが、昨日ね、ちゃんとあの自販機巡りしておいてるんで大丈夫です。これですね、これ行きましょっか。さすがにそろそろね。じゃあアジトは連絡通路でいいか。行きまーす。まあ物のついでにもうちょいお金稼いできてもいいんでね、たくさん指名しないとね、川上先生よどんどんお金使っていくから。確かターゲットの情報があったはず。そいつを確認してからにしよう。了解です。そういえばそうでしたね。そっちの方を特に。あ、え、あれ、教えないこっちは仕事っていうかネットで気になる書き込みあってさ、まだらめ店の会場に予告があったらしくて飛んできたわけ。でもそのうちなんかありそうですよねって思ったんですが、こっちでいいのか。けどメメントスではいきなりターゲットを狙うだけでどうやら大丈夫そう。代わりになるものがすでにある。三島のやつが好都合なことに回答が狙ってるぞってサイトに書き込んでる。ああ、じゃあもうそれが予告状みたいなものみたいな感じですかね。メメントス行きたいだけじゃないの？それはあるな。よし、じゃあこれで大丈夫ってことですかね。で探索する。よし、行きましょうか。久しぶりですね。で、一応ショートカットもできるっぽいね。入る前にこれ渡しておく。帰れるわ、あざす。花粉がすごいなそういえばそうだったね。さあ、悪天候時のメメントス。危険が増す反面、より多くの収穫を得るチャンスでもある。なるほどね。じゃあ結構探索とかした方がいいかもね、今日せっかくこの日に来たんで。なるほど行こうぜ。そういう感じね。あー、で一応ベルベットルームも使えるってわけですね。どうしようかな。なんだ？じゃあ
バリュージはね、体動かしたいって言ってましたもんね。じゃあ、アンちゃんお休みで。よし、これでいきましょう。まあ、そんなに、だよね。だったらもう入り口から、普通に、乗り込んでもいいんじゃないかって思うんで。そのままエリア2を目指していきます。まあ今後ね、慣れていくためにもそれがいいんじゃないかなと思います。いきまーす。 いきなりいんな。どうしよっかな。そんならさ、マハガレでいいんじゃない。よーし、やっぱ強くなってんね。ねえ、華麗すぎるよ。あ、寝てるんじゃない。あ、そういうこと。寝てる。おはようございます。よーし、ということでエリア2です。いきますか。おお、こういう感じね。メメントスには一匹だけ格段にヤバいやつがいる。マジか。刈り取るもの刈り取るものですね。まず勝てる相手ではありませんもう一応ね、ペルソナ3や4でなら倒したことはあるんですが、本当にね、鍛えとかないとね。もう極端な話、レベル50、60とかないと、こっちがね、かなりきついんで、まあ今はね、戦わない方がいいかなと思うんで、まあ出会っても逃げてきます。まあでも全然倒せそうなんで、普通に倒しちゃおっか。やばい。はい。そういえばここって敵に見つかってもパレスの警戒具合とかは変わらないんだね。確かに。気をつけろよスカル気をつけろよ。でなんかそろそろね、来るんじゃないかなっていうのも思ってるんですが、アイコンがわあれだねあれだね。まあでも探索とかもできる範囲でしていきましょうか。いや、レベル的にな、ラッシュでいけるかですよね。オッケーオッケー。一応ですね、スライムさん以外はラッシュで倒すようにしてます。スライムさんね、時々自爆してくるんで、それでちょっと予期せぬダメージ受けるみたいなことがあるんじゃないかなって思うんで、そこだけはちょっと気をつけております。で宝箱もあったんで取りに行きましょうか。オッケーオッケー。まあ経験値ってよりかはお金をっていう意識のあれなんで、今どんなもんなあ。でももうちょっとで6万いくのか。これ取って、もう一個あるよね。これしっかりね、回収していこう。一応見ときます。HP18 なんだ。チャレンジのやつね。この辺も強そうですね。
防具は、まあ、ちょっと変えとこっか。モルガナを、なんとかしないといけないのか一番。ですね。もうちょい見たい。よし、行きますか。回ったと思うんで行きましょう。難易度が高梨のシャドウだな。行こうぜ。俺のせいじゃない。ああ、かかってこいよ。バン。ジャック・フロストくんじゃん。まあでも普通に殴っていけばいいよね。まあ硬いな。デビルタッチ、マジか、やば。ラッキーパンチ、オッケー。これいける？いけますかね。とりあえず投げてみよう。ああですよね。まあでも倒せるでしょう。うわ、ラッキーパンチ返し、ナイスナイス。全然いけたわ、余裕でしたね。ありがとうございます。仕方なかったな。あ、どうしようかなってどうしようかなって。でもこっからなんか派生していくみたいなこともありそうですよね。めっちゃ気合十分に取ったね今。よし、ということでオメメントスの依頼を一つクリアしました。まあ戻っていいんじゃないか。調べるとこは調べたんで。でね、ちなみにね、本当にここまで出てきて、もう一回入り直すと、またリセットされてるんだよね。っていうお話です。ああ、これか。じゃあ帰りまーす。ただいます。で、行動は特にできるっていうことでもなさそうなんで、テレビだけチェックしておこうか。じゃあ寝まーす。おやすー。ということで、6月の1日です。6月入ったか。大丈夫か。ちょっと気になるニュースもあったけどね。とりあえず古典ですもんね今は。
まあ待つだけなんだけど。さてと、よーし、どうしようかな。特にメールは来てなさそうなんで、こっちで見ましょうか。リュウジに、アンちゃんに、タエさん、まあ、なかなか行けてなかったから、アンちゃん行くか。ペルソナは多分持ったままですよね。 OK、 ピクシール、 OK、 OK。よし、ということで行きますか。深まりそうにない、マジか。今3ですよね。まあでも言っとくか。どうしようか。オッケー。流行ってるとことか知ってる。俺あんちゃんに教えてもらったとこしか行けないんですが。じゃあ行こう。行きますか。作ってほしい。じゃあ甘いやつでもいい。生クリームとかカスタード挟んで。え、全然よくない。え、全然よくないって思った俺が、あれもしかして。そういえばアンが喜びそうなもの持ってる。プレゼントしてみようか。マジで。いや、やめとこやめとこ。とりあえず買っておいたサボテンさんがあったんだけど。ありがとう。お疲れっす。帰ったか。一応報告しておく。気になってるだろうからな。お、こっちの進展か。まだらめは寝込んだまま何も話していない。まあでも鴨志田の時も、休んでましたもんね。まあもうちょい待つっていうところかな。気のせい気のせい。あ、いけんのか。そんなら行ってみる。せっかくなんで。月のペルソナだよね。一応用意しておこうかなって思うんですが、なんか作れるかな。じゃあ一回ベルベットルーム行きます。で三島コープ行く。さあ、ということでヌエさんを作りました。ちょうどねレベル20だったんで良かったかなと思います。よし。やめる。もう終わりか。あとはね、損気になったらマハガル覚えたマタドールだっけ、あれもね作れるんじゃないかなって思うんだけど。確かそうだったよね。だよね。まあいいか。時間です。コープ行きます。
間違えた。こっち。鼻がムズムズする。依頼の方やってくれたんだね、ありがとう。今日時間がある？行きまーす。行こうぜ。そういえば。なあ、言ってなかったけど。これからオフ会だから急じゃない？よくやったいいのか？実はさ、カイちゃんユーザーっていうのもなんかあれなんだけど、とは言ったものの、実は俺初めてなんだよね、オフ会とか。うまくできるかな。イメトレはしたんだよ。サラダの取り分け方とか流行のスイーツとか全部ネットで調べて頑張ったんだな。大丈夫かな。まあまあ、しゃあないですね。うん、よし。その分回答団向きの情報はもっとすごいの用意してるから、強いやる気を感じるということで、ランク3ですね。ありがとうございます。よし、でもこんなはずじゃなかったんだよな。帰ろうよ。お疲れーす。さあ、ということで6月の2日でーす。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。はい、何でしょう。鴨志田先生はどうして突然人が変わったのかしらね。それがあなたの見立てなの？それにしては突然よね。何かきっかけがあったと考えるのが自然だと思うけど、まあいいわ。ちょこちょこやっぱ出てくるね。まことちゃんね。早速すぎる。あー、やっぱ派生していくのか。なるほどね。この子かな。いきなり見つけちゃったんだけど。で、今日はどうしようかな。コープ行きたいよね、できたら。タエさんコープいけんのか。よし、行きますか。
外でデータを取りたいところ、広々とした公園とか。あー、曲がらなくてもちょっとなんかあるかもしれないですね、もしかしたら。だよね、それ思った。行きましょう。